ご通行中の皆さん、私たちは婦人民主クラブと申します。私たちは発祥武器戦闘等々日本からの輸出に対して反対して今ここでお話しさせていただいております。自民党公明党の両党は3月の15日にイギリス、イタリアと共同開発する次期戦闘機の第三国輸出を解禁しました。防衛装備移転三原則指針の改正です。この改正の内容はまず可能となるのは次期戦闘機だけとしています。そして歯止めとして新たに輸出の必要性がある国際共同開発のプロジェクトが生じた場合は与党と事前に協議して指針に追加するとあります。すいません、もうちょっとこっちをって言っていいですか。で、輸出の要件として国連憲章の目的と原則に適合した使用を義務付ける国際約束の締結のみとすると現在15カ国ございます。これらの国に次期戦闘機の輸出を行う場合は個別案件ごとに閣議決定を行うとしています。そして現在戦闘が行われている国に対しては移転しないとしています。しかしこれが歯止めになるでしょうか。与党、自民党と公明党、与党の実務者会議の協議が昨年の春から始まり、夏を越し、去年の12月に指針を出してしまいました。そういう意味では、新たに輸出の必要がある国際共同プロジェクトのが生じた場合に、与党と事前に協議、こんなのはじゃらじゃら全部通ってしまうことです。で、次期戦闘機をの輸出に関して個別案件ごとに閣議決定を行うと歯止めをしていますが、閣議決定、去年の国会を見ても分かると思いますが、次から次と閣議決定をしてとんでもない法案を通してしまっています。戦闘して、今戦闘していない国かもしれませんが、将来は分かりません。輸出した後で戦闘が行われたケースはたくさんあります。何ら歯止めにはなっていません。で、自民党と公明党だけで輸出を決めていく、そして国会にも審議しない、こんなのは議会制民主主義にも反することです。岸田内閣は防衛装備移転三原則を改正し、外国からの技術を導入して国内で製造するライセンス生産についてライセンス元国に完成品を輸出できるようにしました。殺傷能力のある、そして物を破壊する能力のあるライセンスの完成品が輸出できることになったのです。政府は航空機や巡航ミサイルを迎撃するパクト、弾道ミサイルを迎撃するパクト3、ライセンス元国のアメリカに輸出することを決めてしまいました。戦闘機の輸出は国際紛争を助長するもので憲法に違反しています。憲法9条で国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段として永遠にこれを放棄するとしています。平和国家としての大原則は
武器を輸出しないことです。殺傷武器の輸出は日本製の殺傷武器で他の国々の人々を殺すことになるのです。私たちの国が人を殺す国になるということです。パレスチナの人々の、そしてウクライナの人々に対して日本製の殺傷武器が使われるかもしれないのです。ご一緒に殺傷武器の輸出に対してノーと言っていっていただきたいと思います。これからマイクを回してアピールさせていただきます。中野駅党の皆様こんにちは。私たちはフェミンという平和憲法が戦後できた時に作られた女性の団体です。もう戦争はしないということで作られた団体なので、今回の武器輸出には反対しています。日本はこの戦後日本は非核三原則、それから憲法9条、そしてこの武器輸出三原則、その3つをとても大事にしてきたと思います。今でも武器輸出反対、とても8割ってこの前国会で言ってましたけど、武器輸出はしない国というのは私たちの中で定着してきていたと思います。ずっと自民党政権が1967年に佐藤首相が武器輸出三原則を作って、それからずっと安倍さんがなんかちょっとそれを破るまで日本は武器を輸出しない国でした。とても日本のだから日の丸はちょっと問題あるかもしれないけど、日本の日の丸は武器輸出しない、戦争しない国だということで、海外の船の中でも安全だと言われてきました。それがですね、安倍さんの時にちょっと、武器輸出三原則という言葉から防衛装備三原則としては分かりにくい、要するにできることなんですけども、そういうふうに変えてしまって、それで歴代自民党政権がちゃんと守ってきた、作って守ってきたこの武器輸出しないという国をということをですね、岸田政権もう本当にボロボロにしてしまいました。今本当に崩されようとしています。それに私たちはずっと国会前で反対行動をしてきて、今日は他の団体と一緒にやってきたんですけど、今日はフェミンだけでやらせていただいています。そんな風に、まず10月にはライセンス商品というものをずっとこう公明党と自民党が、秘密協議非公開でやってきたんですけども、それを発表して12月22日私たちも官邸前で閣議決定公布しましたけども、この時はライセンス商品というなんかよくわからない言葉ですけど、ライセンス商品というのは要するに特許料を相手の国に払って、それで、日本で製造する、それだったら殺傷武器も全部輸出していいって、そのライセンス国立てるからいいみたいななんか歯止めっぽいことを言うんですけども、このライセンス国っていうのは8カ国があるんですね。それでこの8カ国っていうのが困ったことに、武器輸出の世界ランキングの1位はもちろんアメリカです。2位がフランス、3位がロシア、4位が中国、5位がイタリア、今度次期戦闘機で一緒にやるイタリアは5位です。市の承認国家の最たるものです。6位がドイツ、7位が英国、この英国とイタリアと今度共同開発するわけですけども、つまりライセンス国というのは8カ国あるうちのロシアと中国除いてほとんどこの武器輸出国、武器輸出して設けている市の承認国家がライセンス国なんです。だからライセンス国だからっていうんじゃなくて、いうには全然歯止めには全くなってないと思います。で、まあ、早速パトリオットミサイルというのをウクライナが足りない足りないと言っていたものをすぐに輸出しました。アメリカに輸出したんですね、ウクライナじゃなくて。だけどウクライナは足りなくて、パトリオットミサイルって迎撃ミサイルなんですけども、それがもうウクライナに輸出したけども、ロシアからどん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 ミサイル飛んできて迎撃できない、もっとくださいってアメリカに言ってて、アメリカは日本に早く
ライセンスでペトリオットミサイル欲しいって言って、それでもう22日に決めて、すぐ次の日ぐらいにもう輸出しちゃったんですね。いや、こういうのはなんて言うんでしょうね、迂回輸出っていうんですか。だから全然歯止めじゃないです。それからこの8カ国の後に別の国に、その8カ国が別の国に輸出していいってことになってるから、本当にひどいことです。もう輸出してしまえば、もう武器輸出国のフランスから、ドイツとかイギリスとか、今イスラエルに兵器を送ってますけど、アメリカもちろんそうですけども、だからどん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 迂回して、日本のライセンス商品というより、日本で作った武器がイスラエルの子どもたちを殺す、そういうこと、そういう現実があるんじゃないかと思います。そのことなんかあんまり自覚してないように思うんですけど、やっぱりちょっとこの厳しい、そんなことしちゃいけないという日本として守ってきた禁止が破られてしまう、そのことに関して本当に残念なことだなと思います。特に今回その自公政権ですから、公明党の知事部隊の方たちも、世論調査によればですね、 63% が一切の武器輸出に反対、これが公明党の知事をしている方たちの、アンケート調査によるとそういう結果、つまり6割以上が反対しているんです。ですから皆さんも公明党の方たちの悪口言うわけではありませんが、公明党はずっと反対して、12月でも反対して、それで引き伸ばして、まあ3月まで来たわけです。本当に最後まで頑張って、公明党は第三国輸出に関してはそれはダメだと、今度の次期戦闘機って第6世代戦闘機っていう殺傷武器の王様みたいな武器ですね、最新鋭の殺傷武器ですから、武器の王様です。それをこれから12年かけて、英国とその武器死の承認国家である英国とイタリアと共同開発をしていく、日本がそういう国になる、それに関して作り終わったらば日本からも輸出していい、それに対して公明党はちょっとそれは待てと言って頑張ってきたんですけども、国会の討論の中で、その討論といっても首相与党同士なんですよね。公明党の人が質問する、それを岸田さんが答える、あるいは防衛大臣が答える、自民党の人が質問するって形で、なんかだけど厳格な歯止めをしたということで、なんかそう聞くと厳格な歯止め、三重の歯止めをしたというふうに聞くと、なんか大丈夫なんじゃないかと思うかもしれませんけど、全く与党同士でいくら閣議決定しても、自分たちが進めてきた人たちが、これから例えば次期戦闘機、今回じゃない別の戦闘機もこれからすればいいっていうようなことを小野寺元防衛大臣が言ってましたけども、もう今回終わってまた次のものもするかもしれないんですけども、それもまた閣議決定すればいいっていうことになってるんですから、全く歯止めにはなりません。本当に国会決議なくやられてしまって、これは本当に、日本が民主主義国家であるのか、平和国家であるのか、心配になります。本当に心配です。で、公明党のホームページを見ますと、公明党の2大看板が、金看板がありますって書いてあって、それはもちろん平和の党と福祉の党と書いてあります。だけどこれで武器輸出に賛成して、防衛費43兆円5年間、それに賛成して、今年の予算案でも防衛費は8兆です。ほぼ8兆で7兆9000億円なので、もう8兆と言ってもいいと思います。そんな巨大な金額をやって、そしたらどうやって福祉やれるんですか？もう介護保険 の訪問介護の人のあれを下げるとか言ってます。そんなふうに福祉の党とか平和の党とか言ってるんだったら、もうちょっと頑張ってほしいってことを、もしかしてここで歩いてる皆さん、公明党支持者の方もいらっしゃるかもしれませんけども、閣議決定するって言ってるのが26日なんですね。あと9日間あります。どうぞもし知ってる区議さんとか国会議員の公明党の方いらしたら、平和の党だからもっと踏ん張って頑張ってほしい、今からでもやめてほしいっていうふうに言っていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。次に変わります。スピーチをさせていただきます。私高校の社会科の教師だったんですね。で、高校では憲法の三原則っていうのを必ず教えます。皆さんも、日本憲法の三原則、平和主義っていうのを、学校で習ったんじゃないかなって思います。その憲法の平和主義っていうのが今、文章の上では変わらないんだけれども、内容が全然、骨抜きになってしまってる、そういうような、大きな転換点になってるんじゃないかなって思います。日本が、戦闘機を海外に輸出するって信じられますか？日本がイスラエル製のドローンを、攻撃ドローンを買う、そういうこと信じられますか？その話が出てきたのは今年の1月です。イスラエルがパレスチナのガザの地域で大量の空爆をやって、多くの人たちをそのドローンで殺している、その最中に日本の政府の防衛省はイスラエルの、キラードローン、殺人ドローンですね、神風ドローンと海外では言われています。それを買おうという、そういう計画を立てています。皆さんの耳には入っていないと思います。ほぼこれ報道されていないんです。どうか日本がイスラエルから攻撃用のドローンを買う、あるいは日本が戦闘機を作って海外に輸出する、そういうことがこれから本当に起こってこないように今反対をしていただきたいなって思うんです。どうかインターネットなどで、見ていただければすぐに出てきます。どうかニュースだけではなくインターネットで、日本の、戦闘機の輸出、あるいはドローンの、購入、そういうのを考えてみてください。イスラエルの攻撃ドローンと同時に日本の政府はスバルという、自動車メーカーありますよね。実は僕スバルの車に乗ってるんですけど、スバルも攻撃用ドローンの候補の一つなんですね。大半はイスラエルのドローンなんですけど、その中に日本は一社だけスバルが入っています。スバルの車よく走っていいんですけども、もうさすがにこれは乗り続けるわけにいかないなと思っています。スバルの車に乗ってらっしゃる方大勢いると思います。だけどちょっと考え直してディーラーの皆さん、お店に行った時に、スバルってドローン作ってんの、スバルってオスプレイの修理やってるの、そういうことをちょっとお店の方に話しかけてみてください。もちろんスバルのディーラーの車のディーラーの方はそれに責任はありません。だけどやはり同じ会社の、ドローンなんですね。そのドローンがもしかしたら、よその国の人を殺すかもしれない、思っています。最後に、自由と平和のための兄弟有志の会という方が、少し前に、声明を出しまして、それについて、私のやめてというタイトルで優しく小学生にも分かるような言葉に訳してくださった人がいます。その、詩のようなもの、絵本にもなってるんですけど、それを読ませていただいて終わりとしたいと思います。国と国との喧嘩を戦争と言います。戦争は僕が殺されないように先に殺すんだという誰かの言い訳で始まります。戦争は人殺しの道具を売るお店を儲けさせます。戦争は始まると誰にも止められません。戦争は始まるのは簡単だけど終わるのは難しい。戦争は
兵隊さんもお年寄りも子供も苦しめます。戦争は手や足をちぎり心も引き裂きます。私の心は私のもの、誰かに操られたくない。私の命は私のもの、誰かの道具になりたくない。海が広いのは人を殺す基地を作るためじゃない。空が高いのは人を殺す飛行機が飛ぶためじゃない。原骨で人を傷つけて偉そうに威張っているよりも、心を働かせて傷つけられた人を励ましたい。学校で学ぶのは人殺しの道具を作るためじゃない。学校で学ぶのはお金儲けのためじゃない。学校で学ぶのは誰かの言いなりになるためじゃない。自分やみんなの命を大事にして、いつも好きなことを考えたりお話ししたりしたい。でも戦争はそれを邪魔するんだ。だから戦争を始めようとする人たちに、私は大きな声でやめてと言うんだ。これは自由と平和のための兄弟有志の会という方が、作ってくださった声明、私のやめてという子供にも分かりやすいような日本語に翻訳してくださった方の、詩でした。どこでスピーチをしてもいいですよっていうふうに、声明を出してくださった兄弟有志の会の方がおっしゃってくださってますので、いろいろなところで、スピーチをさせていただいています。絵本にも私のやめてという形で絵本になっています。どうか皆さん、絵本、お買い求めいただけると、お家で読むこともお友達と、読み合って感想を言い合うことなんかもできるかなと思います。最後にと言いましたけど、もう一つだけ、付け加えさせてください。いいかな。今ですね、国会の方に経済安保版の秘密保護法という、ような内容の法律が、提出されようとしています。で、この法律、秘密保護法という、よその国からもらってきた、秘密情報、先端技術の情報だとか、軍事技術の情報だとかを会社の人が、自分たちの企業で、扱うためには、その人に対しての適正評価というのをしなければいけない、そういう法律です。そして、この秘密保護法っていうのは昔、10年前ぐらいですかね、無効採決された時に日本中で大きな問題になって、やめてください、どうしてもやめてくださいという声を押し切って、政府が強引に通したものです。そして今回出てくる、経済安保版の秘密保護法というのは、公務員の人だけじゃなくて民間企業の人たちにも、先端技術や、インフラの、大切な技術を扱う人は、秘密保護法のセキュリティクリアランスというのを受けなければいけない。だけどこれ、大臣とか副大臣とか政務官とかいう人は対象の外だという話なんですね。信じられません。自分たちは秘密の外にいて、秘密の、守る、心情調査なんかの外にいて、自分たちの手足となって動く、企業の人だとか役人の人たちに、心情調査をさせる、自民党の皆さんが、セキュリティクリアランス、食らうことはないのかもしれません。セキュリティクリアランスにかけたらば、なんだかいかがわしい、政治パーティーの後、ダンサーの人を呼んで、
そこでなんかハレンチなことをやったなんていうことはもう完全にアウトなわけです。捕まってしまえば5年、という、重い刑罰を、課せられます。で、この秘密、経済安保版秘密保護法っていうのが今なんで急にこんなのやんなきゃいけないんだっていう話になってるかっていうと、実は日本はイギリスやイタリアと共同開発して磁気戦闘機というヨーロッパで使われる磁気戦闘機というのを共同開発するというプロジェクトに参加していこうとしています。そしてイギリスやイタリアはその戦闘機を海外に輸出しようとしています。つまり輸出しないと元が取れないわけですね。単価が安くなるためには自分の国で使うだけじゃなくて海外に売りに出してしまう。その中で日本もその共同開発をした磁気戦闘機というのを海外に売ろうということを言い始めています。共同開発するためには戦闘機なんかいう最先端の技術を海外とやり取りするわけですからセキュリティクリアランスが必要だ、そういう理屈なんですね。今日本はこれまでは武器産業をしないでも、戦後の復興を成し遂げてきた国だっていうことで世界中の国から日本の、経済成長はミラクルだって言われてたんです。もちろん朝鮮特需なんかで、戦争に大きな加担をしたという経歴はありますけれども少なくとも武器を輸出して経済発展をするという国ではなかった。その日本の国の形がここへ来て大きく変わってしまおうとしています。戦闘機を海外に輸出するそういう平和主義の国があるでしょうか。日本の副総理、麻生大臣は日本も、台湾と一緒になんとなったら戦う、だから台湾の人たちは戦う気概を持てみたいなことまで日本の副総理が言ってしまうような時代です。今が大きな転換点だと思います。日本の平和主義、私たちが本当に馴染んできた、そして誇りを持っていた、小学校の生徒さんから中学生、高校生、そして、役人になるときはこの憲法を守りますっていう制約をしながら、公務員になるんです。そういう憲法を、踏みにじるようなことを、しないように皆さん、今世の中でどういうことが起こっているのか、ニュースや新聞そしてインターネットで、耳を傾けて、ください。そして、政府の人たちが裏金なんかで追及されているのについてだけではなくて日本の憲法が大きく変わってしまう、憲法が変わらないにしても実質的に日本が武器を輸出するような国になってしまうかもしれない、そういうことに注意をしていただけるとありがたいなって思っています。今チラシなどを配っている人がいます。どうぞチラシをお受け取りください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。私たちは殺傷武器に対の輸出に対して反対してお話をさせてきていただきましたけれども私たちは大阪万博今反対しています。そのアピールを、ね、聞いてください。すみません、長いこと申し訳ございません。ですね、またちょっと、テーマが変わります。万博の話なんですけれども、皆さん、万博カジノこれは大阪だけの問題ではないんですね。
私たちももちろん全国みんな関係ある話なんです。って言いますのはですね、で私たちの国税も万博につぎ込まれますということなんですね。ちょっと説明いたしますが、万博カジノに反対する理由というのはですね、今ですね、能登も地震がありましたが、今やるべきことは被災地を被災者を助けることです。なのにあんな馬鹿げたリングに木材をふんだんに使ってます。資材と労働力、これを今すぐ能登の被災地に回すべきです。まずやるべきことは優先順位が違うんですよ。今被災地を助けることです。あんなねバカバカシリング作ってる場合じゃないんです。そして皆さんご存知かどうか分かりませんが、目的は IR カジノなんです。カジノをなんとかやりたいがために、維新は万博という隠れ蓑を持ち出しました。そしてこの万博をやるには安倍晋三さんね、にお酒を吸い倒して、維新がですよ、そして万博の、協力を取り付けたということなんですね。だから今その、言われている万博、そして、カジノ、これはセットでありまして、目的はカジノです。カジノ、皆さん騙されないでください。それから万博予定地の夢島、ここはゴミの捨て場所なんです。ゴミの捨て場所、これは埋め立て地でぐじゅぐじゅなんです。ぐじゅぐじゅ、これと有毒物質がぶちぶち吹き出しているところなんですよ。そこをね、松井、元知事、元市長が、強引にここに何の思ったのか知りませんが、夢島にでやろうやってことに決めちゃったわけですよね。そしてこの夢島は土壌汚染、軟弱地盤で今沈んでるとこなんです。そこに、無理やり建てようとしております。そして、財源負担については万博はですよ、万博は国税3分の1、大阪府税、大阪市税が3分の1、それから企業ね、参加する企業が3分の1。だから、これは大阪だけの問題じゃないんです。ね。我々、みんな全国民の問題であります。それから、この、オリンピックの時と同じようにね、このカジノに対して、万博カジノに対して、国民の 75% が反対しています。今までも岸田政権になってからずっと国民が反対している国葬、ね、安倍さんの国葬、それからオリンピック、みんな国民、それとマイナンバーね、みんな国民が反対してきてることを無理やり、あ、それか武器の輸出ね、武器の輸出だってみんなこれ反対ですよ、当たり前です。それを無理やりですよ、自民、公明で何でもかんでも決めてきました。そして、国民の声は何一つ聞かずやってまいりました。この万博カジノ、カジノなんていうのはね、要するに、カジノ、その依存症になってる人、今だってね、日本はすごい異常ですね、パチンコ店とかいっぱいありますもんね。だからギャンブル依存症になる人がまたこれで増えるわけです。ね、そういう人の、人を踏みにじって、そして依存症を増やして、それで金儲けをしようなどという、この維新の気持ち悪さ、ね、これが非常に問題なのでありまして、維新にカジノをやらせてはダメです。ダメです。これは私たち国民が声を上げていかなければいけません。そして、この夢島っていうのは私も先月ちょっと大阪行って見てきましたけれども、ここは、ゴミの埋め立て地なもんですから今も沈んでおり、そして沈んだ後またどんどんゴミを上に置いて、これはずっとしばらくゴミの埋め立て地で使うところだったんです。こんなことに使う予定じゃなかったんですよね。だからずっとまだまだ沈み続けるわけです。そこに大浦湾ね、今ね辺野古ね、沖縄の人たちの
人権を踏みにぎってやっている大浦湾の埋め立て、これと同じで、スナクイっていう杭を何百本からなんかすごい打って、それで地盤改良しようって、こんなことね、落ち着かないんですよ。絶対できない。辺野古の地と同じで、できないことを我々の税金を使って、ドブのごとく、土踏みしているように、私たちの税金を無駄遣いしている。これが夢島なんですね。そして、いっぱい問題があります。いっぱい問題があって、言い切れないことあります。どうか皆さんネットでも調べてください。デモクラシータイムズとか、それから西谷文和さんっていうね、ジャーナリストの方が、本当に発信していらっしゃいますが、問題だらけです。これはやってはいけない事業です。こんなことに私たちの税金を使わせるわけにいかないんです。問題だらけです。これね、ちょっと喋ってると時間ないんで、皆さんちょっと本当にネットでちょっと検索してみてください。西谷文和さんとかデモクラシータイムズで、やってますので、検索してみてください。どんだけやっちゃいけない事業かがわかります。これは利権だらけ、利権なんですよ、利権。利権で、そして、とにかくカジノをやりたいと。それでカジノのインフラを整備するために、万博という話を持ち出して、そして国税も引き出す。そして、カジノのインフラを整備するため。これが目的です。皆さん、調べてみてください。デモクラシーサイエンス、西谷文和さん。調べればわかります。これは絶対にやっちゃいけません。どうか皆さんチラシ受け取ってください。ネットで見てください。お願いします。メディア言わないです。ね、今マスメディア言わない。だけど、大阪の人たちは本当に苦しんでます。大阪の市民の人たちの負担、これからどんだけなるか、どんだけなるかわかりません。これはもう、どん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 負担が増えていくと思います。だってできないんですから。できない事業ですよ。大浦湾と同じですよ。辺野古の埋め立てと同じ。これはできないです。そして、ブチブチ毒が吹き出している。そこのところにね、子供をね、遠足で連れてこいってやってるんですよ。ね。そんなね、バカな発想するのが、これがね、自民党維新なんです。自民党と維新。ね、自民党を助ける公明党。自民、公明党、維新。この人たちからまず権力を、奪い取ること。それでなきゃ私たちの、生活は良くなりません。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。終わりにします。ご通行中の皆さん、日曜日の午後のいい時間帯、大変お騒がせいたしました。これで終了させていただきます。ありがとうございました。